いつもなんか朝から掃除をですね、はい、してくださってるのよく見るんですけど、はい、だいたい何時ぐらいからいつもこうされてるんですか？そうですね、6時半6時半6時半きっかりに仕事始めます、うん、で何時ぐらいまでされてるんですか？9時半ごろまで、9時から9時半ごろ。へえ、はい、最近も寒いでしょ、11月入ってね。寒いですね。もう6時半だったらまだ真っ暗ぐらい、やったらね、ようやくこう、ま、太陽が上がるような進んでるんですよ。あ、その頃にね。そうなんだ。あ、そういう段階だから、うん、周りもまだまだ、はい、あ、暖かさ、太陽が上がってないから、うん、寒いんですよ。雨の時とかどうされてるんですか？雨の日カッパ来て、同じように。あ、そうなの？はい、カッパ揃えてあるんです。とは台風の時とかはさすがにないでしょ、それは。いや、台風の時もやります。あ、やるんですか？うん、だけどもう直撃やったらその時休み。でもあんまりちょっと風が強かったら、はい、かえって危なくないですか？風がだから直撃やったら、あ、直撃だったらね、うん、その時ここ直撃やったらもうその時は。あ、なるほど、なるほどね、うん、なんか毎日本当に端から端まですごく綺麗にしてくださってるんですけど、ゴミってどんな感じですか？減らないんですか？例えばね、キノコはみんな、はい、僕狩りという家からね、はい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 、狩りなさいって言われてるんです。はい、なんでだね、どこキノコやから。あ、この辺もどこキノコがあるんですか？あるんですか、うん、それをスープにして飲む人がおる。飲む人がいる。いや、スープにしてね、はい、食べなかったらスープのままやったら、はい、美味しいらしいです。あ、出汁取るだけやったら。出汁、そんなんがあるんですね。どの辺に生えてるのかな、それは。いや、そこの、市民の森から、そこの森まで。あ、そうなんですか。そこの森にいっぱい生えてる。あ、そうなんですか。その市民の森。市民の森。はいはい、はい。そこの下に生えてる。あ、そうですか。はい、でもあれですね、ワンちゃんとか子供が食べたら偉いことですね、じゃあ。そうでもないですか。そんなに死ぬというような毒じゃない。あ、ではないけど。ギリギリするんじゃない。あ、あまり食べない方がいいと。はい、あんまり食べない方がいい。そうなんですね。死にがせんですよ。で、よくなんかゴミ袋をね、僕が一番最初拝見した時は流木をね、集めてらっしゃったのがすごく印象的だったんですけど、はい、もう最近はもうな、あんまり生えてこないですか？あんまり直撃しないから。あ、なるほどね。台風が直撃したら僕らやっぱり来る。はい、で、僕だけじゃなしに、はい、その業者がいるんですよね。はい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 、はい、そのいう下請け の、はい、業者の方に、はい、クレーン車を呼んで、はい、そこで向こうが本部が支払うわけですけどね。あ、そうなんですね。それで、はい、台風の時の地獄とかそんなのを、こんなでっかいのもあるやからね、なんか自転車にね積んで、はい、こけないのかなっていうぐらいでいつも心配してハラハラしてるの見せるんですけどね。仕事ですね。はい、ちなみにちょっとおいくつぐらいなんですか、年齢とかお伺いしても大丈夫ですか？あ、僕らはここに来てはる人は70から80まで。あ、そうなんですか、はい、本当にね、でもなんかこう歩いてる人がね、はい、なんかこう、まあ、ゴミがあったらちょっと拾って帰ろうかなとかね、はい、そういう意識が働けば、はい、そういうこともね少なくなるんでしょうけどね、だけどね、僕らはい、あそこのほら、マンションがあるでしょ、はい、はいはいはい、マンションの人も協力的な、はいはい、マンションの方もね、うん、たまに砂浜のとこ行かれてね、うん、ちっちゃいゴミをね拾ってらっしゃる方もね、うん、はい、見ますね、見ますね、はい、あの人らはボランティアでやる。そうですね、僕だからいつも歩いてる時に見かけたらね、ありがとうって声かけてすれ違う時に僕らの助かる、はい、なというのは彼、はい、彼らあるいはご婦人方はね、はいはい、小さいゴミは、はい、やってくれるんです。僕ら大きな、はい、大雑把なゴミをそうですね、やるのが大変ですね。でもなんかいつもね、こう散歩してるとゴミがほとんどないからね、こういう方ね、いろんなボランティアとかこういう働いてる方のおかげでね、こういう環境が守られて、いつも美しいね、明石海峡大橋をめでながら気持ちよく散歩できるのかなと思っていつも感謝しております。ありがとうございます。だから自分がこのところの美しさを守るというようなことね、
やっぱり僕らも意気がしていますけれども、子供に対し子供もやっぱり美しさを育てるというね、美的感覚を持ってほしいですね。それが一番嬉しいです。